阿部義俊です。イラストレーターだったり漫画家だったりアニメーションのキャラクターデザイナーだったり脚本を書いたり大学で教えたりいろいろやっております。建物園は日本の古い建築を街並みとして並べている場所で、僕が使っているカメラがちょっと古びたもののその汚れとか錆とかザラザラしたテクスチャーみたいなものの描写に極端に優れていて、それ以外のものに非常に弱いというちょっと変わったカメラで、そのシグマのカメラが好きなので建物園は好きな場所ですね。カメラで何かを撮ると非常に大きな発見として、あ、こんなにちゃんと例えば構図とかの勉強したにもかかわらず写真は下手なんです。絵と写真はやることが逆なんですね。絵は対象物を観察して頭の中でその対象物を動かして構図を組んで画面を作っていく。写真は対象物を基本的には動かさずに自分が動いて構図を作っていくんです。で、僕はその頭の中で動かすというやり方に慣れすぎていて、カメラを持った時に構図を決めることが何かできないんですね。それに対してずっと悩んでいて、逆に写真を撮り始めて自分が構図を組み立てるということに関して非常に表面的な小技の組み合わせでそれを処理していて、もっと本質的な問題に立ちてなかったんだなっていうことに気づいたりしましたね。ちょっとそこは反省したり、写真を撮ってることで得られた発見で自分の絵の中でこれから考えなきゃいけない結構大事なポイントです。父が囲碁の棋士だったので、子供の頃からその物心ついた時から12歳ぐらいまでその囲碁の勉強をしていて、その間は漫画とかテレビとか割と禁止されるような生活でした。まあ、高校を出て何もすることがなくてブラブラしてたら、大学に行った先輩が知り合いが漫画の新人賞を取ったんでアシスタント募集してるから手伝わないかということで、絵を描いた経験がほとんどなかったんで、まあ非常に役に立たないんで申し訳ないなと思って、美術系の予備校にの石膏デッサンのコースに行って絵を描き始めました。漫画のアシスタントやるうちに、まあ自分でも描こうということで描き始めて、3個目に描いた漫画がアフタヌーンという雑誌の四季賞という賞の準入選なんで、まあ入選の1個下、それで一応その漫画家デビューではないですけど一応賞をもらいました。僕は非常になんか運よくその何かのきっかけを与えてくれるような友達がたまたま割と周りにいてくれて、まだなんか日本でインターネットが全然普及してなかった頃に、そのスパイグラスのモザイクっていうあのブラウザーでネットもまだ遅い時代で、そういう友達がいて、そのウェブサイトを作ってそこに絵を置いてみんなに見てもらおうみたいなことを言い始めて、
でそこを見たプロデューサーの上田さんが僕にメールをくれて、まあ仕事があるんだけどっていう話で、上田さんからその依頼を受けたのがレインという企画でした。アニメはまだ、企画にまだその時にはなってなくて、先にプレイステーション版を作ってました。その時は僕初めての仕事なんで、もう何も分からなかったので、アニメに関する知識も全然なくて、分かんないままキャラクターデザインをしてくれって頼まれたんですけど、その通常キャラクターアニメーションでキャラクターデザインといえばキャラクターの外見的な、そのまあ主にどういうキャラクターなのかを説明するようなものを書いてくれっていうことだったんですけど、僕は意味があまりよく分からなくて、そのレインっていう女の子をその話の企画書を見て、こんなことをするんじゃないだろうかっていう絵をたくさん描いて持ってて、まあなんじゃこりゃみたいな感じになりまして、でもその時にそのシナリオの小中千秋さんとかが、まあ上田さんもそうですけど、まあこれは違うからやり直しって言われる可能性もあったのに、その、まあ、面白がってくれて、もっとかけていってくれたおかげで、まあ、道が開けたというか。深大寺と深大植物園は今住んでいる場所に引っ越してから知った場所で、ずっと植物に全く興味がなくて、花の名前とか一個 もうバラとチューリップぐらいしか知らなかったんですけど、写真を撮るようになってから、ちょっといろんな植物の名前を知ったり、この季節にこの花が咲くのがとても面白いです。レインをやっている時に、上田さんからもう本当暗くて嫌になっちゃうから、なんかバカバカしい話をもう一個別にやろうぜって言って、その時に僕が書いてたスケッチブックを見て、ページの隅っこの方に宇宙人の女の子がアダムスキー型の漫画みたいなふざけた UFO に乗って地球にやってきて、それを見てこれをアニメにしようって言い出して、僕としては本当に何を言ってるんだっていう感じだったんですけど、レインを作ってたトライアングルスタッフで一応アニメの企画として動き出して、同時に上田さんがまた僕に何も言わずに、漫画の連載の仕事を取ってきてやったぞ、書けって言われて、2週間後が締め切りで、お話も何もできてない状態で、まあそんな感じで漫画の連載が、スタートしました。正直僕はその当時にだから右も左も分かんないまま言われたことを何とかやるしかないという感じで、ニアンダセブンの次にやったハエバネ連盟の時も書いた実験的な同人誌、その16ページ分書いたところで上田さんがなんか面白そうだからこれアニメにしようぜって言い出して、だからその2週間やるからプロの人の脚本をボンと渡されて、これと同じぐらいのものを書けるようになってこいって言われて、結局10
には全部自分で書くことになって、確かにその、まあ、上田さんが特殊なんですけど、そういうことをやらせてもらえる状態だったなと思います。その後僕はオリジナルの企画を、まあ、テクノライズの後もう十何年ぐらい形にできなかったので、まあイラストレーターとしてイラストの仕事は常に定期的にあって、あとはリュウシカリュウシカという漫画を、6年ぐらい連載していて、自分がもうすぐきっと自分のこの子供の頃に見た景色みたいなものが自分の記憶の中から消えてっちゃうような気がしたんで、亡くなる前に何か作品として出しておこうと思って慌てて描いた漫画ですね。子供のグルメという、漫画を連載していて、今ちょっと休みになっています。孤独のグルメの原作のくすみさんという方の原作で自分が絵を担当しています。でもう一つは リライデッドというアニメの企画で、これはもう1年半ぐらいかかって、主に脚本をまとめるのにそのぐらいかかってしまって、まあ大変な苦労をして今作画に入ってるところです。文章を読むと、その文章に書かれてる情景が、そのなんていうかな、夢を見てるみたいに頭の中に勝手に浮かぶんですね。それは自分の絵柄みたいなものの時もあるし、なんか実写みたいな情景、映画みたいな場面のこともあるし、もっと全然違う僕じゃない誰かの例えば絵柄のようだったり、その文章によってまちまちなんですけど、とにかく俺を覚えておいて、それをスケッチするというか、なんか一生懸命思い出す、だから作るというよりは何か思い出すに近い作業ですね。なんていうかな、もう25年ぐらい絵を描いてるんですけど、形が歪みがちで、いわゆるデッサンがすごく整って上手なタイプではないんですよね。その状況とか、その夢を見てるみたいに、その情景が頭に浮かんだやつを一生懸命描こうとしているのに近いので、その情景が曖昧で歪んでいると僕が描くものも歪んできちゃうわけですよ。それをまあ一生懸命そのデッサン、肩の位置がここみたいなことをやって直したりしながら、作ってる感じです。僕の絵が好きな人は大体絵を描く人なんですね。もしくは編集者のようにやっぱちょっと作り手側の人が多くて、そうじゃない人は何か僕の線を見ても、一本に例えば線がまとまっていなかったりすると、どの線を自分が選ぶのかっていうのを見てる側が多少考えなきゃいけないじゃないですか。そういうことをしないタイプの人は僕の絵をただ汚いとか、あの線がガチャガチャして見づらいとかっていうふうに思っちゃうんで、それを絵の中から作者の意図を読み取ることが好きなタイプの人は何かちょっと共感してもらえる。僕も他の人が描いてる絵の迷ってるところとかが好きなんですね。描き途中とか失敗しちゃったやつとかを見るのが好きなんで、その絵を見るとその人がどういう人柄なのかみたいなことがちょっと見えるような気がするんで、運が良かっただけですと答えていた時期もあるんですけど、ちょっとそれも無責任な気がして、やはり やることはやっていたし、その成功すると満足感が手に入って、失敗すると経験値が手に入る、後で必ずこれが何かにつながると思う。だから漫画を描くのが下手だ、文章で何とか描くしかないみたいなことが脚本を描けって言われた時に、あ、このスキル貯めといたやつが使えるっていう形で、つながる。そうやって何かうまくいかなかった時に、うまくいかなかったで諦めないで、そこで何か
何か自分の中で溜めてるんですよね。それがうまく後で使えてるんだなと思います。